この時間はラジオの前で乙女モード、乙女心シンドローム田村ゆかりです。あと3ヶ月で今年終わりよ。本当だね、本当だね。10、11、10、終わりよ。3ヶ月ってドラマ 1本分じゃん。ワンクール分じゃん。そっか。だってしかもさ、今9月30日ってことはさ、その10月からやっぱ新しいドラマ始まるからさ、なんか面白そうなやつあります？いや、なんかほら1個見てたからさ、その9月までのやつちょっとやっぱ毎週楽しみにしてたわけ。まあ多分いかにこの9月30日の段階でも VIVANT の再放送最終回見てない可能性はあるけど、だってあれよ、最後になるのが嫌だから、終わるのが嫌だから、好きだったドラマの最終回見ないっていうのよくあるから、ゆかりナイスフライト最後の方の2話か3話見てないんだよ。知ってるやん、あのさ、ナイスフライト、玉森くんが主演だったあの飛行機のやつ、これもね好きだったんだよね。だけどもうちょっと途中から見たら終わっちゃうって思って、残りの、ね、2話か3話ねちょっと見て。パリピ孔明は確かにちょっと面白そうだけど、え、それドラマであんの？マジで？でもなんていうの、パリピ孔明はさ、パリピって言ってるしなっていうの楽しいやつでしょ。なんかほら違うじゃん、なんかこうもう終わってさ、何キャストの文字がパって出てきた時にえーって言いたいじゃん。終わり、ここで終わりみたいに言いたいじゃん、なんかお家で。でウサギがビクってなるとこ見たいじゃん、なんか急に大きい声出すからさ。パリピ孔明多分そうならないと思うんだよね。こたつがない家、え、なんかそれうちもだけど。こたつないけどうちも。下克上球児、あ、それがビバンの後ってこと？下克上とかついてんじゃん。そっか、まあ、なんかちょっとスカッとする系なのかもね、それね。そうか、まあ、自動で録画されてるからまあ見てもいいけど。こたつがない家はどういう感じのやつなの？なんていうの？あのちょっと寂しいとかさ、ハートフルとかさ、楽しいとかさ、なんかあるでしょ。何系なの？コメディーか、ホームコメディー。小池栄子さんが出てる。うん、やっぱなんていうの、あの真面目なやつがいいよね。真面目かどうかちょっと分かんないけど、なんていうの、感動したりさ。だからちょっと古いけど下町ロケットみたいなさ、まあ、ドラマは見てないんだけど。あのなんかドラマ見てない、なんかさ、なんかあったでしょ、なんか特別編みたいなやつあったじゃん。特別編なのかなんか映画のやつなのかちょっと分かんないけど、なんかトラクターのやつよ。でゆかりはもうドラマを見てなかったから、え、これな、下町トラクターじゃんってずっと思ってたんだよ。ロケットいつつくんだよと思ってて。だからさ、そういうやつがいいじゃん、なんか楽しいじゃん、そういうの。マイセカンド青春、どういうこと？どういうこと？マイセカンド青春ってどういうこと？青春って何？まず青春、あ、青春のこと青春なの？はあ。それでは今夜も怒りの乙女心にお付き合いください。この番組はカナリアの提供でお送りします。改めましてこんばんは、田村ゆかりです。あ、それってさ、何、もうそういう読み方をが普通にされるものなの？なんか固有名詞とかじゃなくって、なんていうの、その作品名とかに限られたもんじゃなくて、青春のこと青春っていうのは言うの？それ昔から？昔から？割とこのここ近年？あ、じゃあもうまた新しいワードみたいなやつだ。だから昔はもしかしたら辞書載ってなかったかもしれないけど、なんか載っちゃったりする系のやつだ。はあ。なんかさ、青春は分かんないけどさ、もうゆかりもさ、ちょっと頭が働かなくてさ、普通に読めてた漢字のやつが全然違う風に読んじゃうことやっぱあるわけ。
ちょっと今何っていうの思い出せないけどさ、あれさちょっと、まあ、自分のなんていうのその脳が、うん、もう大人になって老いていってるからさ、もうなんか分かんなくなっていくんだろうけど、なんか瞬時にパッてこう反応できなかったりとかっていうのあるんだろうけどさ、全然違う風に読んじゃったりするわけだから、まあなんかちょっと 例が本当にないけどさ、なんかないかな、全然漢字がこのなんていうの進行表全然漢字出てこないんだけどなんか紹介をさ分かんないけど翔助って呼んじゃったりとかさ、あ大人げないなのに大人気ないみたいなことでしょ、そうそうそう、なんかそういう感じでなんかパッて見た時になんかちょっと目が反応しなくてさ、全然違う風に読んだりするわけ。そう、青春が青春っていうのはさ、ゆかりは作品名とかなんかそういう系だと思ってたからあれだけどさ、それもなんかこう何ちょっとうまいことうまいことは言ってないのか、別に青春とは青い春であるみたいなこと辞書書いてあるのもしかして、えなんて書いてあるんだろう、大辞林、ちょっと待って、ちょっと古めの大辞林だけど、ゆかりの iPhone に入ってる大辞林ちょっと待ってね、青春、青春は若く元気な時代、人生の春に例えられる時期、青年時の青年時代、あだから青年時代の春で青春ってことなのかな、青色を春に拝することからとかなんか書いてある、拝するじゃないの、春陽気だからやっぱ、まあ、意味合い的には青年の苦い、あ若い若い、あ青葉の青とかっていうこと、青々としてる青葉のの若い春ってこと、まあでも確かに青春ってなんか若者しかやんないイメージあるもんね、なんかね、でもさ大人になってもさ別に青春してもいいと思わない、でもさそんな機会がないよね、大人の青春って何ん、あーそセカンド青春がそれなの何おじさんとかがなんか何主人公30歳女性若いじゃん、何なんだよ若いんだよ30代とかよ、どういうことなんだよ、もう全然若そうじゃねえか、もう刺さんないそれ、サードでもさサード青春になるとさ、まず子供の時に青春があって、そセカンド青春があって、30代の時にそれがあった人たちの3回目のやつでしょ、ずうしいじゃだってさゆかりはさもう何サードどころかさフォースぐらいの年齢にさ差し掛かろうとしてるけどさ、そんな青春とかがじゃあ何30代とかにありましたかっていう話なわけだから、もうなセカンド青春がもうなかった、ワープしてんの、ファースト青春もねえよなんなんだよって考えたらさ、だって青春だよ、もうなんか青春って言ったらやっぱなんかこうなんていうの、そう若者の青春って言ったらなんかえいえいおーみたいなことじゃんなんかそういうやつでしょ、ファイトおーみたいなやつよ、だからそれがさ、うん、ないわけじゃん、まあ部活とかしてたけどさ、でもなんかまあ文化部だったしさ、それなりにまあ頑張ってたけどさ、青春かって言われるとなんかよくわかんないしさ、汗冷や汗とかは書いたかもしれない、汗涙はまああったかもしれないよね、でさそれが今度さセカンドになった30代でしょ、30代の時にじゃあなんかえいえいおーってなることあった、矢野さんなんかそういうのもう全然思いつかない、30代ってだってもう30代っていうのはその主人公の30代ってさ30何歳なんだろうね、前半でしょ、どうせ30代前半の人なんでしょ、だからもう後半の人はもう30歳ぴったりだってふわー若いとこ持ってきちゃった、だって一度諦めた何か書くんだな、建築デザイン、あデザイナー
をまた目指すってこと？はあ、そう。まあでもなんかそういうなんていうの、諦めちゃった夢をもう一回追っかけるみたいなところにしたところはまあなんかちょっといいよね。それがまたなんていうの、なんかいいよねってどこ目線なんだよゆかりは。誰なんだよ一体。いやいや、なんかわかんない、ほら青春っていろいろあるじゃん。そう、何夢に向かってとかもあるしさ、そのなんかみんなで一緒になんていうの、一団結して頑張ろうとかもあるしさ、あの恋とかだってあるだろうしさ、そこでさ30歳の人のさ何でも2回目の恋とか持ってこられてもはーってなるじゃん。まあきっと恋も出てくるんでしょう、絡むんでしょうよそれもね。だけどそこをさ何主題にされてもさ、いやよくあるやつじゃないですかってなるからさ、だからそのねデザイナーさんをまた目指すみたいな感じのやつはちょっとなんかまあ何歳でもなんていうの、共感はできそうな感じはちょっとあるかなって思ったけど、今から夢、あ青春するとしたら、はあ、青春ってもうちょっとだってもうなんか青春もうゆかりの年どっちかっていうと青雲の方が近いと思うもんだって。青春ってなんだろうな。今からなんだろう、なんか諦めちゃったこととかってことでしょ？子供の時とかにでしょ？なんだろうな、なんかこれ夢とかあったのかな？夢も希望もない子供だった気がするけど、わかんないけど、まあ豆ラーメン？何？マラソン？なんでマラソンなの？マラソン？青春？マラソンなの？いやなんかやっぱさ、どっちかっつうとさ一人でやるじゃんマラソンって。あれそんなことない？あチームである？あれマラソンって一人で走るやつじゃないの？駅伝とかもマラソン、マラソンって走りメロスのやつじゃないの？みんなでなんかバトンつなぐとかのやつ、まあ、それはまあ団体だから分かるけど、ただ走ってる時一人だから孤独だね。なんていうの、まあみんながいるってさ、まあ、みんなはいるけどさ、だけどやっぱり足を一生懸命動かしてるのはもう自分一人だからさ、その足を動かす動力源になるのがみんなのなんか支えだったりっていうのはあるけど、でも結局自分の足じゃん進まなきゃいけないのは。だからちょっと辛いねそういうのはね。もっとなんていうの、なんかこうもっとなんかスクラムとか組んでいきたいわ、よくわかんないけど。もうなんか団体で。でもサッカーもねもちろんそうだけどさ、なんかもうそれからラグビーさまたやってんじゃん。でさ4年前でしょ、まず4年前ってことにびっくりしてんだけど、その前のラグビーの時が。でさ、だからお父さんがほらルールいっぱい教えてくれたからさ、ちょっとラグビー楽しいっつって見てたじゃん。全部忘れてる。もう全て忘れてる。もうだからお父さんにもう一回聞かないと分かんないもん。でもお父さん遠いからさ、あの時はたまたま本当にそのどっかのスタジアム向かう時に車の中でお父さんが急に説明してくれてルールのことを、でそれ茶化しながら聞いててなんか面白いなと思って見始めたんだけどさ、もうちょっともう本当に分からないルールがなんかトライだよもうぐらい、本当にあのなんかもうスクラムのやつちょっと分かんない、どういうことか分かんない、スクラムで合ってんのかもちょっと分かんないし、だからもう一回ルールお父さん教えて。大変だよね今なんかさ、だってあれもやってるでしょ、バスケ、あれもワールドカップなの？バスケとラグビーが同じ年にやってるわけでしょ。あれはサッカーは？サッカーのワールドカップっていつ？まだ全然先？あれ？なんか冬季オリンピックと同じ年とかじゃないっけ多分。あ同じ年っていうか周期？違ったっけ？なんかさいろんなのやってるからさ大変だなって思って。サッカーはあ女子やってたね、確かにね女子が今やってて、男子はいつなの、2020何年なの、その予選はまああれだけどワールドカップっていうもの、今予選あ26年か、全然先だった、そっかそっか、じゃあまあいいけどそれは。もう
ちょっともう分かんない、青春はちょっとだからもう分かんない、まあ、あと怒りに残されてる青春のイメージは相撲部の人にご飯をいっぱい作るやつ、なんかあの知るよ知る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 動きが完全にねるねるねるねのおばあちゃんのやつだけど、だって大量に作んなきゃいけないから、そう知るなんだっけ、あちゃんこ鍋それのイメージなんかさ、たまにさ、そのあれ学生のお相撲のやつかしら、のなんか大会のをさテレビで追っかけてたりするじゃん。でそれで女子のそのマネージャーさんたちがもう一生懸命なんかこう汁をさご飯炊いてさ一生懸命さ、そうそうそういっぱい食べるからね。で最初はそんなになんか料理するの上手じゃなかったけどさ、もういつの間にかすっげえうまくなってさ、なんかこうちゃんとなんていうのなんか栄養の管理みたいなのもしてさ、それのイメージをもう青春はもうそれぐらいしかない。マネージャー、野球、野球のマネージャーはなんかさちょっとなんかなんていうの、いやもう野球のマネージャーを一生懸命やってらっしゃる方はもちろんいるけど、やっぱどうしても漫画の影響でなんか、まあ、青春なんだけどどっちかっていうとなんかこうラブの方の青春がイメージされちゃうわけ。なんかきっとこれはね世の中にたくさん今まで生まれてきたであろう漫画のイメージだと思うんだけどさ、だからなんていうのなんかもちろんみんなのために何かこうやってるんだけどさ一生懸命、でも結局なんでよエースのこと好きじゃんみたいななんかそういうことじゃないんだよ。でもそのもうちゃんこを作ってる子たちはもう一生懸命作ってて、まあいやだから野球の人だって一生懸命なんかやってたと思うよそりゃね、いやそうだろうけどさ、だからなんていうのもうちょっとなんていうのラブじゃない方に行きたいよね、どうせだったらね。もうだってもうなんか学生じゃないしさ、どんなちゃんこって何、ちゃんこってさ何でもいいんじゃないの、何入れてもいいんじゃないのちゃんこってね。だからもう言ってみたらなんていうの、あでもそっかちゃんと栄養考えられてるから別に闇鍋ってことじゃないもんね、別に食材のあんまり入れてるわけじゃないもんだって一生懸命さその学生の子たちをやってたからさ、何ちゃんこ、ゆかり普通のやつがいいわ、なんだっけなんか海鮮とかじゃないやつ、海鮮のちゃんことあんのかしら分かんないけど、なんかさ昔さちゃんこ屋さんにさ連れてってもらったちゃんこめちゃくちゃ美味しかったお店あったんだけどさ、なんか今そのお店ないみたいでさそこにね、だからちょっともうちょっとちゃんこのイメージが、新宿にあったちゃんこ屋さんって今もあるのかな、なんかもうお店さいろいろ変わってるからさ分かんないよね。でもなんか美味しいよねちゃんこね、鶏肉とかね入ってるよね確かにね、あつみれみたいなね肉団子ね、そうそうそう美味しそうだね。でもゆかり肉が食べたいね、だからもうゆかりが作るちゃんこはもう全部豚バラ肉もうギットギットのやつ全部ちゃんこは、ええ鶏しか入れちゃダメなの、え海鮮はじゃあ海鮮もないの、あ海鮮はある、あびっくりした、え豚肉食べちゃダメなの、どうして、牛は、えどうしてなぜ鳥だけ、なんか昔のなんていうの何かがあるの、鳥の方が縁起がいい、あやっぱそういうのがあるんだね、その昔ながらの、だって昔からあるやつだもんね、なんていうの日本に、相撲は手をついちゃダメ、あ負けるよね手ついたらね、あ鳥、鳥は鳥の手ってどこだあれ羽じゃないのあれどこだ、つく、はー、えあゆ知ってたの、深くうなずいてるけど、はー海鮮はそういう概念ないからいいってことなるほどね、矢野さんやっぱ物知りだな。それではここで一曲聴いてください。現在発売中のニューアルバムかくれんぼよりたむれかりでビジュエルエスケープ。
奥から出てきた。引き出し、クローゼット、カバン、アルバム、どんな場所でも OK です。奥から出てきたものの話を教えてもらうコーナーです。これちょっと長いんだけど、群馬の猫助さん、先日実家の荷物を整理しに行った時、机の引き出しの中から携帯電話が、いわゆるガラケーが出てきました。高校から就職間際まで使ってた子たちだったので懐かしくなり、整理そっちのけで充電器を探し出し、充電をしてみたところ無事電源がついたのです。思い出しながら操作をして、メディアボックスやメール欄を見ると、次から次へと出てくる当時特有のあれやこれ、やたら青春を強調する画像やプリクラから転送した画像、着歌や着ボイスの痕跡、根拠が全くないチェーンメールや絵文字たっぷりの長文、会議を顔文字、アニメのセリフ回しだらけのメールのやり取り、メモ台しながら見ていましたが、友達とのメールのやり取りで当時からゆかりんが大好きだということが再確認できたので、黒歴史もたまには振り返すのも悪くないなと思いました。携帯電話は電源を切って大切に保管しておきました。これさ、ゆかりも片付けしてた時にさ、携帯やっぱ出てきてさ、で、まあ、ゆかりも携帯そのまま残してるけど、あのね、あの iPhone、スマホがさ、すごい膨らんでるスマホ出てきて、電池パックがおひょーと思って、これはやばいと思ってさ、で電池パック取り外そうとしたんだけどさ、めちゃくちゃ難しいね、取り外すの。なんかよくわかんない接着された、なんかビニールのなんかこう引っ張ったらいいよみたいなのがあるわけ。それ引っ張ったらさ、それブチって切れちゃっておいおいお前何だったんだよと思ってなんか言ったら取り方があんのよ、それをちゃんと、それを引っ張ったらちゃんと取れる術があんのに、分からずやっちゃったから、もうブチってなっちゃって、結局ね、なんかスタッフの人にこう持ってって、これを分解してくださいって言って分解してもらった。危ないからね、発火するかもしれないからさ、なんかね、あるよね、携帯は捨てられないしね。皆さんからの奥から出てきたものの話、たくさんお待ちしています。それではここで一曲聴いてください。現在発売中のニューアルバム、かくれんぼより、田村ゆかりでファンファーレ。
ろ別れの時間です。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。メールアドレスはゆかりん @joqr.net yukarin@joqr.net です。それでは来週も乙女モードな時間過ごしましょうね。この番組はカナリアの提供でお送りしました。全国ね、ぬくもりも嘘にする、忘れられない、忘れるはずない、多分心は全部気づいてる、でもね、涙が溢れる前に言わなくちゃ、時はすぐ冷ましてしまうね、そんなにいない人なのに繋がっているとし優しさのつぼみ。